さて、やるか。ご苦労様です。お互い大変ですね。あんな出来損ないのためにこんなところに駆り出されることになるとは。お前、知ってたのか？あいつと上位浪士の連中とのつながりを。以前、鉄之助は身分を隠してチェケラ島に出入りしていたことがあった。チェケラ島は鉄之助を人質に、新選組と見回り組双方を潰そうと目論む。だが伊三郎は取引に応じず、鉄之助ごと上位浪士を殲滅しようとする。鉄之助が死ねば新選組はその席を追わざるを得ない。邪魔な弟ごと新選組を排除しようというのが伊三郎の企みであった。激高し刀を抜こうとする土方。私の首を持っていくというのならば、首が一つ足りませんよ。抜いてみろ。次はぶち抜く。一触即発の事態に陥る新選組と見回り組。にじり寄る見回り組の前に土方が立ちはだかった。俺たちは茨切り開いてでもここを行く。茨切り開いてでもここを帰る。あいつとバラガキどもと一緒にな。その覚悟のねえやつは何人たりとも通さねえ。この茨たやすく通れると思うな。なるほど。あなたたちが私たちを引き止め、連中の注意を引きつけている間に、裏から忍び込んだ別動隊が鉄之助を救い出す、そういうわけですか。だが別動隊ならこちらも向かわせました。皆さんのお役に立つと良いのですが。これで互いを消せる大義名分ができたと土方は伊三郎を挑発する。残念でしたね、土方さん。私の目的は愚帝の首でも新選組の首でもありません。事件の迅速な解決です。このような茶番に付き合う時間も人間も持ち合わせておりません。つまりたった一人のバラガキをさっさと片付ければそれで済む話なんですよ。そう来なくちゃよ。存外温室育ちのてめえも野生ってもんは忘れちゃいねえらしいな、バラガキ。おまわりさんに逆らったらどうなるか、とくと思い知らせてあげましょう、クソガキ。よし、よし。それじゃ行くぜ。新選組だ。神妙にしろ。茶番はおしまいです。そこをどきなさい、バラガキ。どくのはてめえだ、エリートさんよ。なかなかやるじゃないですか。
さすがは土方さん。伊達に視線をくぐり抜けたわけではなさそうですね。ほほ、まだ喋る余裕があるみたいだな。せいぜい舌噛み切らねえように気をつけな。それに俺たちが勝てるならこいつでだろ。思い知らせてあげましょう。踊りなさい。なんだ？茶番はおしまいです。こちらから行きます。おらおら、どうした？くそったせえ、一気に決める。せえ、おら、いい加減にしなさい。くそったせえ、せえ、どうやらあなたのようなタイプは完全に息の根を止めねば死ぬまで絡みついてくるようですね。そこをどきなさい、バラガキ。避けねば死、避けても死、弾丸に刃、どちらでも好きな方を選びなさい。てめえはそうして飾られてんのがお似合いだぜ、汚ねえバラよ。ここにはてめえらの咲く花畑なんてねえよ。本当に呆れた人ですね、土方さん。事件の収束よりも市民の安全が大事だとでも？いいえ、あなたは市場を優先しただけだ。あなたが救いたがっているのは我が武帝などではない、土方家のかわいそうな武帝だ。我々に課せられた使命は罪をそそぐことではない、罪を裁くことです。罪を恐れるあなたに人を裁くことはできない。罪人を裁くには罪人以上の咎を負う覚悟が必要なんですよ。私たちには誰も救うことなどできはしません。己さえも救う権利はありはしない。歯車はただ回るだけです。もう止まりませんよ。見回り組が上にさせるか。死ぬな、鉄は。こいつでとどめだ。おら、決める。どうする。おら、畳みかけるぞ。飛んでいきな。おら、こいつでとどめだ。おら、飛んでいきな。おら、どうする。どうした？何でも早くしろ。
来るのは想定通りってか。相手になってやれ。来い。飛んで行きなよ。どけ。肩にかけるぞ。どけ。俺に勝てると思ってたのか。この調子で行くぞ。一気に決める。いいもんあるじゃねえか。邪魔だ。どけ。どけ。こんなところか。ほらほら、どうした。いいもんあるじゃねえか。行くぞ。肩にかけるぞ。行くぞ。行くぞ。こんなもんじゃ足りないぜ。こいつでとどめだ。おい、喧嘩ってのはどうやるんだよ。こいつでとどめだ。終わりだ。一気に決める。おい、おい、おい、て
めえは。ほう、寝返りですか。結構ですよ。元よりメールもろくに返さないメルトモなら、アドレス帳に残すつもりはありませんから。なこったろうとは思ったぜ。なあ待てよ、俺は何も新選組に使おってんじゃねえよ。生来ポリコートは気が合わねえ。黒にも白にも混ざるつもりはねえ。来いよ鬼の副長、まずはてめえからだ。この上位獅子白夜叉の首取れるもんなら取ってみやがれ。佐々木よ、どうやらてめえとんでもねえ野郎歯車に巻き込んじまったようだな。この天下のバラガキはてめえらの手に負えねえ。ガキ一人に踊らされた野郎が抜かしやがる。そのへっぴり腰でやれんのか。暴れやすいようにいっそ人質ぶった切ってやってもいいんだぜ。やれよ。今さらガキの一人や二人やったところで変わるかよ。許しを請うつもりも許してもらえるとも思っちゃいねえよ。そんな身で罪を裁くつもりもさらさらねえ。だが罪は裁けなくても、罪を注ぐことができなくとも、俺たちにしかできねえこともあんだろ。てめえと同じ過ちを犯さねえよう止めてやることはできる。過ちを受け止め前に進む術を教えてやることはできる。俺はどっかの物分かりのいい野郎のように誰も救えねえなんて諦めるつもりはねえ。悪ガキが悪ガキ見捨てたら死命だろうが、それでもやるってんならやれよ悪ガキ。本当にやるやつがあるか。てめえがやれっつったんだろうが。違う。よくここまでこらえたな。もう我慢はいらねえ。大暴れしてやれバラガキども。てめえら覚悟しろ。かかってこい。おうおう熱いね副長さん。てめえもくすぶってんじゃねえか白夜叉さんよ。行くぞ。切られたい奴から前に出な。行くぞ。御用改めである。誰にも俺たちの新選組は怪我させねえ。二度と悪さすんじゃねえぞ。行くぞ。行くぞ。どうした？そんなもんか？こんなもんじゃ俺は止められないぜ。
すんじゃねえぞ。感じだ。爆炎に紛れ次々と見回り組を狩っていく土方と銀時、老士たちは混乱に乗じて逃げ出そうとするが逃げ場はなかった。外で待機していた見回り組本体は応援要請を受けてビル内になだれ込む。しかし中には捕獲された老士と新選組の服を着せられた見回り組の大使のみ。見回り組に変装し脱出した土方たちは外に残った伊三郎を取り囲む。土方たちは見回り組になりすまし騙し討ちと同士討ちを誘発させたのだった。近藤は伊三郎に今回の件は互いに不問に処し手を引くよう提案する。いかがでしょうか局長。老士たちを捕獲してきなさい。結構です。人質はくれてやりましょう。事件はもう解決しました。英断心より感謝いたしますよ局長。いいえ、
これからもお互い江戸の治安を守る者として頑張っていきましょう。ええ、せいぜいエリートの足を引っ張らないよう気をつけますよ。ご謙遜を。あなたたちは立派なエリートですよ。悪ガキのエリートだ。こうして事件は無事収束を迎えたのだった。夜が明けてビルの瓦礫に座る伊三郎の前に高杉晋助が現れる。江戸を守る見回り組でありながら上位志士の高杉と手を組んでいた伊三郎。私たちがこの瓦礫の海を更地に変えるとき、水を失った魚がどうあがくか楽しみですね。